滑ったら責任取ってね、ちょっと毎回テロップ。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、今丸亀駅にやってきてるんですが、これからあのみんなが大好きな大好きなリオナちゃんと一緒にイルカセンターに行ってイルカと戯れようと思いますので、お楽しみに。今はリオナちゃんの家族が迎えに来るのを待っております。会うの楽しみだな。もう半年、いやもう約1年ぶりだから、いろいろお話できたら嬉しいなと思います。ということで、香川県の日本ドルフィンセンターにやってきました。車椅子でもイルカと楽しめるのかというのも合わせてお送りしていきたいと思います。ドルフィンセンターにやってきました。はい、これからイルカのトレーナー体験をやります。はい、やります。イルカは初めてですか、触るの？触るのは初めて。はい、じゃあ頑張りましょう。はい、頑張ります。あー、なんかしかも波来たから、ちょっと待って。なにちょっとお待ちください。あー、なに？ちょっと今そんなこともあるんですね、ここは。そうなんです、船が通ると時間差で波が来るんですよ。やば、今のはやめてほしかったな。ということで、ドルフィンセンターはバリアフリーではありません。この揺れる橋を一生懸命渡らないといけないんですが、スタッフさんがめちゃくちゃサポートしてくれるので、なんとか桟橋を渡って体験コーナーに行くことができました。全然平気なんですか？なんかあのよく水中にゲームみたいなのあるじゃないですか、渡るやつ。丸太を渡りますみたいな。やばかったよね。体験は時間が決まっていたり人数が決まったりしているので、事前予約がおすすめです。めっちゃ見られてんだよ。めっちゃ見られてる。そう、めっちゃ見られてる。見られてんだと怖い。でも目見えないはずなのにね、多分知らないけど。あー、ね、が見えないはずなのね。どうぞお口に向かってポイでお願いします。はい、姉ちゃんめくる。せーの、ほい、あ、食べまーす。よこい、バチ食べたよ、大丈夫。あ、すごいすごい。口の中入ってたわ。ごめんな、でも丸飲みやから入ってる様子ないんやけど。丸飲みやんや。丸飲みね、もぐもぐ噛みません。歯の形も見てみて、見える？もう全部尖ってるでしょ。怖い。上も下も120本全部尖ってるのね。噛まずにパクって捕まえちゃったら、あとベロでごっくんします。あ、ベロ出てきた。ベロベロここまで伸びるんだ。そう、ここまで伸びる。ダイヤちゃんはめっちゃ長いんよ。私も長いじゃん。長い。あ、ほんまや。一緒や。同じだね。ベロ長いチームじゃん。お花はプハーって息するところなんやけど、ちょっと息の強さだけ見といてよ。いくよ。うわ。うわ。びっくり。すごい。パカいくよ。パカって。パカって。飛んできた。これがお花ね。失礼しました。間違えた。
ギもできるんですけど、ちょっとだけ揺れますね。あそこの白いのがダイヤちゃんです。あ、揺れる。時速50キロは出るって言われます。めちゃめちゃ速いです。運動神経抜群ですね。どうぞ。はい、どうぞ。はい、2人でお歌の合図も出してもらいたいと思います。そうです、指揮者のやつお願いします。自信持って。あっちの子がないからこっちですのね。上手。あ、そういうこと。はい、ゆうちゃん、はい、ゆうちゃん、ちょっと柔らかいわ。お願いします。あら、急にバッチリバッチリ、ありがとうございます。いあれ、ごめんなさい、見てないです。え、やる。やったはい、役目は果たして。あ、でもこういう切り方も新しいね。じゃあいいよ、ギャグお願いします。はい、おいしい時に使うギャグ。おいしい時に使うギャグ。ちゃんがご飯食べてほしい。はい、まかりさん、まかりさん、まかりさん。そう、32歳できるかな。なんかさ、今からさ、テレビとかさ、ロケとか、結構あるかもわからんよ、まこちゃん。東京のその、事務所と提携したり、お仕事いろいろあるけど、うん、そういう時に、これか。まこちゃん。いいよ。顔のポイントあります？顔。顔。顔は、にっこしでいいですか？変顔とかじゃなくていいんですよね、にっこり。まこりシャスって感じですか？あ、いいよ。やってくれたよ。いいちょっとじゃあ使うわ、頑張って。マコリシャスいいよ。食べた時、マコリシャス。これ滑ったら責任取ってね。ちょっとちょっと毎回テロップ入れるから、これはってリオナちゃんからもらったギャグなので、滑りは補充してください。大丈夫ね、受けるね。マコリシャス、もっとこう思い切った方がいい。マコちゃん、ちょっとリオちょっと何マコちゃんにそこまで求めてない。マコちゃん、マコちゃんにあんまり言ったら大丈夫。あんまりその細かい指導はダメ。マコリシャス。だからもうこのくらいでいい。リオ最後じゃあマコリシャス。待って、アップして。
っとね、はい、お願いします。任せいいやカメラ目線じゃないんかい。あ、いいね、超上目遣いになる。あ、オッケー、お願いします。あ、いいやいただきました、ありがとうございますじゃあ、閉めるからここで。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。あ、チャンネル登録やろうよ一緒に。あのチャンネル登録お願いしますって一緒にやって。はい、じゃあ皆さん、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。すごい可愛い子ぶるの